事連会長八木さん、あなたはですね、朝日新聞見ましたよ。発送電分離に対して、このままでは、原発が維持できなくなるというふうに言ってましたけれども、原発なんていらないのが当たり前なんですよ。発送電分離も当たり前なんです。経産省もですね、たまには正しい案を出しました。発送電分離しなきゃいけないんですよ。停電で安定的な電気が供給できなくなるみたいなこと言ってましたけれども、危険で高い電気はいらないんですよ。原発は危なくて非常に高いコストなんです。今までですね、外部不経済と言われるような外部コストをですね、発電単価に含まずにさも安いかのようにやってきたのは電池連の会長八木さん、あなたじゃないですか。発送電分離をさせて、必ずエネルギーの供給体制を皆さんで変えていきましょう。現地連帰したい。八木は黙れ。
機にアメリカとあなた方が毒槍を入れてそれを止めたということは私たちみんな知ってることです。このことは本当に深刻。それを自覚して早く原発に頼らない経済の体制早く作って、それができないならば経団連は今すぐ解散しなさい。Thank you.
東電を除名せよ。除名できなかったら経団連も同罪だ。ということは経団連
参加者数、この寒い中、
で墜落300名の方が亡くなりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この数は、ちょうど去年の今頃経産省前で、抗議をしていた人数、そして第1回目 の官邸前抗議と同じこれ規模なんですね。なんで本当にこの300人というのは、いろんなことを思わせますが、本当に寒いんですけれども、これからも、なるべく体力を温存しながら、抗議を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。首都圏反逆発連合から、まず寒波のお願いを、しております。私たち今ノーニュースマガジン、結局原発なくても大丈夫という、冊子がありますリーフレットを、無料で、配布をしております。こちらの制作費がかなりかかりそうなので、ぜひ、ちょっといつもより、看板の方を、ご協力をお願いできればと思います。ノーニュースマガジンは、私たちの方に声をかけていただければ、お渡しできると思いますので、お申し出をください。看板のご協力をよろしくお願いいたします。それから告知になりますけども、0320原発ゼロ大行動、これは3月10日の、13時から19時まで、日比谷公園、野外音楽堂で集会をしまして、13時集会、14時から、西岸でも出発、15時から17時まで、いろんな省庁の前で抗議をします。そして17時から19時まで、国会前で、大集会をいたします。この時に、これは原発の事故から2年ということでの、企画なんですけども、ぜひ、皆さんこちらの方にご参加をよろしくお願いいたします。それから、今月はあと、毎週金曜日、首相官邸前抗議行動があります。それから、来月3月の、8日はこの、3月10日の、原発ゼロ大行進大行動のために、金曜日の官邸はお休みいたします。ただし、ファミリーエリアだけは、抗議をしておりますので、3月8日は、ファミリーエリアのみの、開催になりますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。他に告知のある方いらっしゃるでしょうか。3月3日にですね、生産省前テント広場が、明治大学のリバティホールで集会を行いますので、午後お時間ある方、ぜひよろしくお願いします。場所等はですね、次の金曜日の時にでも経産省前テント広場に寄っていただきますと、皆さんのチラシが用意してありますので、すみません、よろしくお願いします。他に告知等ある方いらっしゃいますでしょうか。ではまた次は総理官邸前でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。